私の人生論、平凡からの出発の精神、大川隆法。後書き、修行者はうぬぼれたらそこから脱落が始まる。人に褒められて有頂天になったらそこが地獄の入り口である。他人との競争心は幼年期、少年期、青年期の苦しみである。しかし、いろんな分野で自分より優れた人が存在すると認めることが民主主義や寛容の精神の始まりである。数多くの人々の人生を見てきて思うのは、黄金期を持っている人は必ずその頃の自分に執着するということである。日々に未完成の自分と対峙し、昨日より今日、今日より明日こそもっと優れた何かを生み出そうと努力することである。本田清六博士は努力即幸福の境地に至った。そして成功という結果は残りかすだと考えたという。これが生涯現役の精神であり、人生を長く輝かせ続ける秘密でもあろう。2020年8月25日、幸福の科学グループ創始者兼総裁、大川隆法。